靴を履いた鳥。ある日、鳥さんは飛んでいる途中、面白いものを見つけました。あれは何かしら降り立ってよく見ると、赤い靴が落ちていました。まあ、かわいい。近寄ろうとすると、他の仲間たちが言いました。 あなたには必要ないわよ。私たちは空を飛べるのよ。他の動物たちみたいにそんなに歩く必要はないわ。鳥さんは、そうね、と答えながらも、やはり気になって仕方がありません。私も履いてみたいな。やがて、 気持ちを抑えきれなくなり、恐る恐る近づくと、足を入れてみました。あらなんだかしっくりくるではありませんか赤い色とヒールがとてもおしゃれに見えました。嬉しい気持ちで、あっちにテクテク、こっちにコツコツ。 靴で歩くのは楽しいな。鳥さんは夢中で歩きました。飛ぶこともしばらく忘れて、あっちにテクテク、こっちにコツコツ。しばらくすると、ふう。鳥さんは立ち止まってため息をつきました。 慣れない靴を履いて地面を歩くのに疲れてしまったようです。ふと仲間たちが飛んでいくのが見えました。あたりがシーンと静まり返り、急に一人ぼっちな気分になりました。寂しいな。みんなの方へ、 飛んでみようとしますが、靴が重くて飛べません。鳥さんの目には涙が溢れてきました。やっぱり靴を脱ごう。そう決めて鳥さんは赤い靴を脱ぎました。そして羽を一生懸命動かして、 空へと飛び立ちました。すると、上から声が。鳥さん、こっちよ仲間たちは立ち去らずに待っていてくれたようです。ほっとしたのか、鳥さんに笑顔が戻りました。赤い靴さん、ありがとう。 鳥さんは満足しました。こうして鳥さんは仲間たちと空高く飛んでいきました。